完成しました。こうやって子供たちの庭を作るっていうのがやっぱり遊ばして初めて動きを見てこれが完成になります。はい。チャイルドガーデンという感じの雰囲気、子どもたちの庭という感じになると思いますけど、まあ、全部遊びの仕方を教えちゃうよりは子どもたちが独自で遊びを自分たちで考える、それをそういう部分を取ってこないとちょっとやっぱり面白くないかなと。で一応ね、登り棒でこうやったんですけども、ちょっと転落防止のネットここにやります。まあネットやればちょっと太めのネットなんで、逆にそのネットに登ることもできるかもわかります。まあ今はこれと同じですね、こっちのロープと一緒で、これと同じロープを、ですね、もうちょっとこのクローバーの方が発芽して入れるような状態になったら、これをちょっと仮柵を外さなきゃいけないんです。先生たちのちょうど不安が、三輪車とかそういうので直接入ってこれないように、だからタイヤとあとこの雰囲気のここで使った素材で丸太でちょっと差し込んでいきます。そうすれば直接向こうからこう三輪車で遊んでもこっちに入ってこれないっていう感じになります。だけどちょっと子供たちが通るんで、一応自然の丸太なんで、まあ切ってその面の角は全部ちょっと落とした形で、まあ一応据えていくような感じになります。
がいるんで、これでやっと全体のあれが完成です。やっと完成しました。Yes! Yes! Yes!
タイヤのところ、うん、ガンみたいで楽しい。まあこれは、まあついちゃってるじゃん。もうすごい。はい。いやいや。みんなで。いや。ブランコ。ブランコ。うん。あそこ踏みつけて。よいしょ。これで完成しました。そうですね。まあ結構クローバーの生え方も良かったんですけど、あっという間に、まあこれを絶えずクローバーを曲げば絶えず見るよ。うん？こうやってつけた。まあね、こうやって子供たちが遊んで初めて完成ですからね。やっぱり。こうやって子供たちの庭を作るっていうのが、やっぱり遊ばして初めて動きを見て、これが完成になります。はい、庭ですね。庭の中でこういかに子供たちが躍動するかね。まあ水遊びでこんだけ想像してたより以上になんか違う遊び方をするんですけど、まあこれもまた面白いが自分たちの想像でいいかなと思ってます。わっ、すげえ。やっぱりあれじゃないかな、少し緑があるとその中に入りたいっていうか、あと水、もう水をふんだんにね、こうやって使って、うん、まあ、それがやっぱり子供たちには本能みたいな感じで、うん、いや提案でもうこれ子供たちからの提案でもっといっぱいつけろって言われて、そういうなんか子供たちが提案してくるという、いやいや本当に、ね、このために作ってきましたから、まあ一番楽しいですよね。で次のほら遊びをこうイメージができるんじゃないですか。近い、やっぱりね。まあ最初の構想は図面下で動いて、やっぱりやってる最中に先生のご意見とかいろんなものが、でそれでアレンジしていく。作りながら変えていきつつ感覚で来ましたから、まあその点で非常にこんにちは良かったと思いますね。
だからこのヒョウムガなんかもで最初は寝かしてトンネルっていう形だったんですけど、やっぱり正しいんでしょっていう話でこういう雰囲気になったわけですから、で立たしたらボルダリングなんか最初なかったわけですから、まあ、そういうのをねつけるようになったり、なんかこうちょっと膨らんできた、それが良かったですね。はい、おいで子供たちの庭ができました。長い間10回ぐらいに見ていただきましてありがとうございます。まあ飽きずに見てくださるんです。じゃあこれで終わります。ガチンって。